こんにちは、下田です。今日は Zoom G3N、 こちらですね。この Zoom G3N のキャビネットシミュレーターを試していきたいと思います。試すのはアンプのモデリングではなくてキャビネットのシミュレーターです。この Zoom の G3N はアンプのヘッド部分とキャビネット部分を別々に選ぶことができます。でしかもアンプのヘッドを使用しないという設定もできるので、キャビネットだけを試せるというわけなんですね。なぜキャビネットだけを試していこうかと思ったかというとですね、こちらのエングルのチューブプリアンプ、これで卓録をしたいなと思ってるんですね。ただこれを直接オーディオインターフェースに差し込むと、っていう感じなんですよね。20年以上前のプリアンプなのでライン取りに弱いです。でも音がすごく好みなので、どうにかいい音でライン取りをしたいなということで、今回はこの Zoom G3N でキャビネットシミュレーターを試していきたいと思います。
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。 Zoom G3N コスパを考えたらかなりレベル高いと思いますね。水陸両用じゃないですけれども、ライブでももちろん使用可能ですし、 LINE 撮りでもかなり使えます。今回は別途エングルのチューブプリアンプ使ってますけれども、これに内蔵してあるアンプのシミュレーターやエフェクトでも十分いい音が取れます。そして僕はですね、これをつなげて、まあ、ワウだったりとかバーミーだったりとか、あとは空間系のディレイとかコーラスの深さを変えることができるようなペダルになっております。これがあればもう十分卓録できます。まあ、今回試したように外部のディストーションと一緒に接続しても結構相性がいいので、ぜひぜひコンパクトエフェクターとアンプモデリングの組み合わせとかを試してみてください。僕のもう一つのチャンネルの方でもアップしておりますので、ぜひぜひその音聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。